はい、西教授です。ポレポレ英文読解講義、例題19です。で、まず、It is not uncommon。 これね、ちょっとね、説明するけど、not uncommon っていうのは、common だって言ってるわけじゃないんで、uncommon というわけではない。つまり、特別だというわけではない。あのね、どういうのかな。例えば、書くとこないから口で言うよ。He is not happy は幸せではない。He is unhappy は不幸だ。つまり、not happy は幸せというとこには入らないというだけだから、まあ、普通もありなんで。not は補集語を作るから、ね、幸せという範囲ではない全部を指しているわけだ。で、unhappy は不幸なんで。次。He is not unhappy だと、不幸だというわけではない。ということで、幸せだって言ってるわけでもないんだ。まあまあ、かもしれないわけだ。だからこれ、not un っていうのは結構めんどくさいところなんだけども、こういう言い方して、こうでないというわけではない。特別だというわけではない。こういう話になるわけだ。で、次、for strained relationships to develop between an adolescent and his parents.これ between A and B はいいと思うんだけども、この for strained relationship to develop、 これは緊迫した人間関係がデベロップするという話だから、意味上の仕事を考えて、 it はこいつは for からで取った方がいいね。こうなる、こうなるかな。まあ、緊迫した人間関係、緊張関係が若者と両親の間で高まることは特別なことではない。まあ、前回の話から言うと、まあ、こういうとこをね、若者を傷で受けて、徹底的に男の子しかイメージしてないっていうのは、まあ、セクシズム的にはまずいのかもしれないね。だって、女の子とお母さんとか、女の子とお父さんでも、ね、緊張関係が高まるだろうけども。まあ、とりあえずここでは、まあ、若者っていうのは男の子を見ちゃってるんだろうな。In his great eagerness to achieve adult status. これはもちろん in、前置詞から始まるから、どこまでかって考えて、この看板。ここまでね、これは区切りを表してる。複式の区切りだ。次、his great eagerness to。これは、He is eager to. Eager to は、be eager to は何々従う。かなり熱心に従う。この名詞になっている形だな。これは、例題で、the willingness of the scientist to ってやったことあると。で、若者がとっても大人のステータス、地位を得たいと思っている中で。で、the young person、この、his はね、こっちを指してる。名詞があってから指示語で受けるのが普通じゃないのっていうふうに思うかもしれないが、短い副詞句、副詞節の中では、主節の主語を先に指示語で拾っていい。これ、短い副詞句だね。だからこの his は、これを拾っていい。前から拾ってるという感覚じゃなくて、ここを拾ってる。こういうふうに考える方が適切だ。may、 まあ、この may は情報だな。かもしれない。resent、 嫌がる。any restrictions、 どのような制約も。で、 placed upon him、 これは自分に課される。あ、大人の地位に得たいととても強く願う中で、若者は自分に課されるどんな制約も嫌だと思うかもしれない。Oftentimes、 これはまあ often と同じだ。He is not willing to。 Not willing to はね、この willing to は説明したけど、何々するのを厭わない。厭わないことはない。ぐちゃぐちゃになっていくじゃん。
だからこの場合は not willing to はほとんど unwilling to に近いですよ。から、甘んじて認めるというわけでもない。ということは認めたがらない。まあ認めたがらない。で、カンマで even to himself。これは admit。これは何をという O が欲しい。認めたがらない。何を。そこでカンマだから意識の流れは切断されたので挿入と思えばいい。もちろん挿入が終わったら王が来るはずだと思っていて、ここで even to himself、 自分自身に対してさえと挿入されて admit that、 これは VO だ。まあ to 不定詞の中でだけどね。で he has doubts and fears、 疑念恐れを抱いている about taking on adult responsibilities and freedom、大人の責任と自由をテイクオン引き受けることについて疑念、そして恐れを抱いているということを自分に対してさえ認めたがらないことが多い。The adolescent may say that、 この名も情報ですね。ざっというかと言うかもしれないが、できたいんだ。 His parents are over anxious and over protective。 親は心配しすぎだと、また過保護だ。で、ここで whereas、 この問題のポイントはここです。 whereas は、まあ、ファイルと同じで対比を表す接続詞です。で、副詞節を作ります。ということは、ここから副詞節が始まります。ここですよ。そして、その後直後にカンマです。副詞節を作る接続詞の後は、普通は SV とつながってほしいわけだ。でしょ ?when, SV。そこでカンマだから予測が切断されている。だから、この瞬間に挿入だと。見破る。で、though not aware of it, comma。だから、comma から comma までが挿入で、で、whereas の後は he is SV が来ているということです。だから、他方では、こうなのだ。こうなる。で、ここはちょっと後で説明するが、まあ、気づいてはいないが、だ。気づいてはいないが、彼はってやめるか。若者は自分自身の不安を親に、これ親だよ、投影している。プロジェクター、プロジェクターってあるよね。投影する、映し出すわけだ。でこの場合、自分が不安だ、これ映し出してる。だから親は不安を感じる。だからオーバープロテクティブになる。あれ、オーバーアンクシャスになる。ということだから、この場合、まあ役としてはちょっと押し付けるまで持っていっちゃいました。他方では、自覚はしていないが、気づいてはいないが、自分でも意識してないが、自分自身の不安を親に押し付けているのである。だから親がオーバープロテクティブになり、オーバーアンクシャスになっているのは、こいつのせいだと。そこから起源を発しているのだ。ということに自分では気づいていないよね。という話だ。まあ若者を一括りにして書いてしまう。まあ大きな主語だよね。若者はって。っていうのは、まあ、いろんな若者いるからね。一概にこんな風に言えるもんじゃないと思うけども。まあ、こういうような若者もいるかもしれないし、まあ、昔はもっと多かったんじゃないかな。独立したいとか、早く大人になりたいとかね。あんまり今あの人、早く大人になりたいってあんま思ってない人も多いし。まあ、そういう点では、若者はって言い切っちゃうのにはちょっとね、疑問は感じますけども。だからまあ、非で受けてるのはセクシズムは感じますけども。まあ、受験生としては書かれたものを正確に読むしかないわけで、批判してもしょうがないし。クリティカルになって、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんで、まあ、ここでは、この挿入をちゃんと取ろうねとか、前置詞から始まって副詞を作ってるの見えようねとか、いうあたりがちゃんと見えて、あとはま、単語。まあ、でも、アドレッセントは、例題の1でも出てきてますから、親対若者の対立みたいなね、出てきてますから、まあ、もう見覚えのある単語になってるんじゃないかと思います。それでは、こういうところはあまり前面見せてないんだけど、まあ、本文を書いて書き込んでる部分は、まあ授業を受けててパッパッとメモできるだろうと思ってるので、特に板書を
見せる時間は作っていません。で、裏のように、まあ文章を私が書いていく場合、これ君たちのテキストにないですから、こういう場合はちょっとできるだけ、ちょっと抜いて板書の時間を作ろうと思うんですけど、忘れるかもしれない。ごめんね。はい。で、it のところ。it はいい。主節全体を指すことがある。副詞節、副詞句中の it は、主節全体、もしくは主節の中心部分を指すことがある。練習するよ。Though you don't know it. 君はそれを知らないけれども、he is. 彼はこうなんだよ。っていうと、この it は、副詞節中の it が、主節全体。彼が何線だということを君は知らないけども、こうなんだよ。こうなってるわけだ。it って言われたら前を探すとか、前の名詞を探すとか、いうふうに思ってしまうといけないよ、っていうこと。次は、though you don't know it. ここまで一緒。the fact is that. この that はまあ消えてもいいんだけど。he is. こうなると、ついここに引っ張りたくなるけども、実際はこうなんだよっていうだけだから、the fact is は含めちゃいけないよね。だって、fact is that ということを知らないじゃない。君はこっちを知らないかもしれないけど、実際そうなんだって言いたいので、ざっと入れない方がいいか。まあいいや。ここを指していると。次。He is, though you may not know it. この目で情報的。あなたはそのことを知らないかもしれないけど、彼はこうなんだよ。このパターンが早稲田で出て、この it は何を指しますかって言われたら、副詞節中の it が主節全体を指せるんだから、こうだよ。彼が波線であるということ。というように、前じゃなくて。こういう時は前後にまたがってくるので、結構要注意ですね。これ意外に正答率が低い。で、ゾウの後は、問題になってるけども、he is。副詞節を作る接続詞の後で、主語プラス B 動詞が省略されることがあると。で、この it は主節を指していただく。こういう話だ。それから、ついでに if not。これは、今、though not が来たから、まあ、ついでにやっとこうと思った。で、これは、後の例題で出てきます。ここでしっかり勉強しておいて、後ろの方の例題で出てきたときに、できる。習った。と思って処理できるようにしてください。結構手強く出てきます。if not は、何々ではないとしても、if には、even if のように、だとしてもという方もあり、何々ではないならば、if not だけで使うときは、この主節の内容が消えます。もしくは、内容を補わないで読んだ方がいいです。例えば、this is a good if not perfect answer. これは、a プラス形容詞。この後名詞が来るはずだよね。でも、if だから、カンマはないけども、入り込んできた。まあ、カンマがない時には挿入と言わない、言うなみたいな人もいるから、一概には言えないんだけども。まあ、とりあえず入り込んできたと。そしたらこの入り込んできたらどこまでかって考える。で、これが終わったら、名詞が来るはずだよね。あ、グッと名詞のはずだから。だから、この場合は、ここで切って名詞が来てる。こうなるわけだ。で、この場合は、perfect と good。こうならん。ああ。何々ではないとしても。っていうのは、棒線ではないとしても、だったら波線って欲しいわけよ。わかります?で、これは、完璧ではないとしても、良い答えだ。こう言いたいわけ。完璧ではないとしても、良い答えだ。この場合、棒線、波線は、文法的に対等です。文法的に対等なものが来ます。で、ここで言いたいことは、いい?almost perfect answer って言いたいんだ。ほとんど完璧だって言いたいんだ。そこまでは言わないまでもこうだ。つまり、波線と棒線は強度が違うだけなんだよ。good と perfect。で、ここまで言うと言い過ぎになっちゃうから、控えめに good って言ってるだけなんだよ。だから、言ってる人の気持ちとしては、
almost perfect. こう言いたいんだ。いいですか？A 問 A 答の時なんかこういう問題が来た時に意外に崩れるから気をつけてね。次は、Where should I go? 私はどこに行くべきなんだ ?If not to your house. If not to your house. 君の家にでないならば、こっちだな。君の家にでないならば、どこに行けって言うんだよ。でこの場合は、こうでないならば、どこだよ。ということで、反語になってて、君の家以外行くとこないじゃん。いいね。これは、としてもというよりはないならば。君の家にでないならば、どこに行くべきなんだ。行くべきとこないじゃん。君の家以外に行くところはない。次。The news is accurate in many, if not. これも、many の後は名詞の複数形が来るはずなんだが、カンマが来たから絶対そうに言う。そして終わったら名詞の複数形が来るはずだから、こうなる。で、この場合は、most に対して、many。で、同じ働きをする。文法的に対等だから、こうなるはずだよね。だってこれだってこうだもんね。でしょ。これで、ほとんどではないとしても、多くの点が、レスペクトは、in と絡んで来たときは点ね。ほとんどではないとしても、多くの点で、そのニュースは正確である。こうなる。つまり、ほとんどの点でって言いたいんだよ。まあ、そこまで言いたいんだけど、まあそう言っちゃうと、ちょっと語弊があるから多くのぐらいで抑えてると。で、if not だけで切れる場合もあるね。その時は、そうでないならば、もしくはそうでないとしても、ってなるだけで。I hope to see you tomorrow. 明日君に会おうと思ってる。会えるといいね。But if not, これは、もし会えない場合は、leave me a message. メッセージを残してくれ。Get out of here. ここから出ていけ。If not. これ otherwise と一緒だ。そうでない場合には、さもなければ。I'll call the police. 警察呼ぶぞ。というふうになるわけだ。ここでは、though の後の挿入 it の7し、そこから延長して if not 7し、if not 防線並線7し、if not だけの話。ということをやってみました。ちょっと黒板映しますね。というわけで、まあ、しっかりと復習してください。では、今回はここまで。See you. Bye bye.